ジェラシーエッセファーストエス、第2戦、阪神3の 10DNA、13日、甲子園球場、阪神は2連敗で敗退が決まった。退任が発表されていた岡田監督にとって、まさかの大敗でラストゲームとなった。初回に森下のソロで先制したが、2回に先発、高橋が4失点。岡田監督は3回から保守、梅野を交代させ、坂本にマスクをかぶらせた。 試合後、岡田監督は梅野の交代に触れ、普通やったら使わんけど。最後やから、昨日もそうやけど、なあ。普通やったら梅野使わん。来年のためやったら、同じことばっかり、最後まで、初級ばっかり、と、苦言が止まらなかった。2回は先頭宮崎に二塁打を打たれると、続く桑原に初級を右前だ。森系にも初級を内野安打され、虫満塁とされた。 さらに戸柱には1ボールからの2球目、直球を振り抜かれて走者一層の3点2塁打を許した。2回は、わずか15球で4失点。梅野自身も責任を痛感し、もう見ての通り、自分の責任やと。変わったということはそういうことやと思うし、自分のせいでこういうゲームになってしまった。ハルトには申し訳なかった、と振り返った。退任する岡田監督にも言及。 いろんな監督の野球観を勉強したんで、継続していけるところは、キャッチャーとしても選手としてもそういう続けていけることはしっかりやっていきたいと思う、と語った。